遠藤明は、日本の政治家。元徳島市長。元四国、放送アナウンサーラジオ局次長兼アナウンス部長。徳島県明財郡石井町出身。石井町立高川原小学校卒業。石井町立石井中学校卒業。徳島県立城北高等学校卒業後、青山学院大学法学部へ進む。大学卒業後、 1980年に四国放送へ入社。大学在学中は落語研究会に所属。落語研究会の先輩に落語家の六代目、三遊亭窓科学、後輩にフリーアナウンサーで、元読売テレビ放送執行役員、大群編成局エグゼクティブアナウンサーの森武氏がいる。入社したその年に、あんたが大賞がスタート、同番組のパーソナリティとなり、 2008年の番組終了まで出演。この一方で、朝ワイド、エンヤコラ、ワイドのパーソナリティも1991年4月まで、勤め、若者リスナーと主婦を、主としたリスナーを一緒に、相手としていた。月刊誌、ラジオパラダイスのパーソナリティ人気投票では、最高で6位になったことがある。佐藤淳子と共に、 大道ドリンコの泡弁対応をおしゃべり自動販売機の声を担当したことがある。2008年アナウンス部長就任。2014年ラジオ局次長を兼務。2015年11月30日付で四国放送を退職した。2016年から2020年まで徳島市長を務めた。2020年の市長選の落選後、2023年に予定される。 徳島県知事選挙への立候補を示唆した。2016年3月27日執行の徳島市長選挙に立候補し、弁護士の立石和彦、現職の原秀樹らを下して初当選を果たした。4月18日付で徳島市長に就任し、同日市役所へ初登庁した。当日有権者数208,737人、最終投票率。 45.70%2020 年4月5日、執行の市長選で市民団体代表の内藤沢子に敗れ、再選を逃した。当日有権者数209,983人、最終投票率38.88%。ありがとうございます。